ゆっくり文庫。番外編。ゆっくりのワイドショーのセブンさん。こんばんは、ゆっくり文庫です。今夜はゆっくりのワイドショーとその投稿者、セブンさんを考察するよ。ちょ。それじゃ全然通じませんよ。文庫さんとセブンさんは知り合いだったんですか？全然知らない人、またか。2年前に動画紹介コーナーで取り上げてもらって、半年前にネタかぶり。なんやかんやあって、文庫サーバの短期滞在ゲストになってもらった。Twitter もやってないセブンさんと、どうして連絡が取れたんです？なんやかんやあったんだよ。ま、経緯より趣旨を説明しよう。ゆっくりのワイドショーは実際にあった事件や事故、ミステリー、映画、兵器などを解説するシリーズ。ドラマ要素と解説要素があるから、ゆっくり文庫視聴者にもおすすめだよ。あたしからもおすすめ。文庫サーバにもファンが多く、セブンさんも興味を示されたので、お招きして話を伺うことになった。投稿者が繋がっていくの、楽しいですー。喜ぶような話か？喜ぶような話です。ではまず、セブンさんを掘り下げよう。尋問を始めます。なんですって？文庫サーバに入った人は、ホストによる尋問を受けるんです。おう。あなたは誰ですか？ゆっくりのワイドショーを投稿する昭和男、セブンです。セブンさんは映像関係の仕事をされてるんですか？いいえ。でもセブンは謎の人物でいたいので、詳細は伏せさせてください。では個人情報抜きで、セブンさんはどんな人物ですか？普通の人です。知識の幅が広いとか言われますが、何の専門家でもありません。前科もなし？前科？動画以外の創作活動歴です。何もありません。そんな素人が作品を発表できるんですから、いい時代になったもんです。同感です。動画を作ろうと思ったきっかけは？文庫さんと同じく、ニコニコ動画を見せたらムラムラと作りたくなりまして。最初は流行りのゲーム実況を作ったんですが、面白くない。行き詰まってニコニコを巡回すると、事件やミステリー、映画、兵器ばかり見てる。つまりこれが私の好きなもの。ゆっくりのワイドショーは、私が好きなものの詰め合わせです。好きなものを作るのは大事ですが、詰め込みすぎじゃありませんか？いやいや、いろいろあるから成り立つんですよ。ミステリーを見に来て映画を知るとか、事件を見に来て兵器に目覚めるとか。幅広く紹介するからワイドショーか。動画作りの抱負や主張はありますか？好きなものを作って、みんなとワイワイやりたい。みんな？コメントもらって、共感されることです。なので私は、知識を広めたい解説者ではありません。わかるわー。ところで文庫系動画は視聴されてます？リスペクト動画は大抵見てますよ。皆さん、初投稿から技術が高くて驚きます。意味あり。それはセブンさんが技術ないから伝わってるんです。先の技術があるからやるのでセブンさんです。敏感なところに触れちゃいましたね。すみません。とにかく文庫系の広がりは見ていて楽しい。あ、リスペクト動画で気づいたことがあります。音の使い方について。そういう話を聞きたかった。雑談チャンネルに移りましょう。あ、はい。ゆっくりのこっから考察パート。なんです？ゆっくりのワイドショーへの感想や質問をぶつけます。オープニングですが、第1回からスタイルが確立されてますね。こんにちは。ゆっくりの。ちょこちょこ変えるの面倒なんで。でも2時のワイドショーは、しょうもない事件やどうでも良い特集をやる番組じゃなかった。知らない人が誤解しますよ。あはは。内容的にはテレビジョッキーや木曜スペシャルに近いんですが、2時のワイドショーのテーマ曲が頭に残ってまして。それだけ？
3時のあなたも候補でしたよ。テーマ曲が頭に残ってたんで。テーマ曲強いな。子供の頃の擦り込み半端ない。先輩、いいっすか？ゆずさんどうぞ。ゆっくりジャンキーのゆずです。こんばんは。僕もゆっぱいファンで、迷子お風呂で楽しんでます。長風呂だな。オープニング雑談が好きで、ワイドショーが始まったとワクワクします。質問です。一般的なゆっくり動画はマリサノの尻、霊夢付き役ですが、ゆっぱいの霊マリは対等ですね。最初からそうしようと思ってたんですか？お、鋭い質問。最初は知識あるマリサを、のんびり霊夢が振り回す予定でしたが、進行に支障が出たので対等にしました。へぇ。性格設定はこんな感じ。意外と差があった。あとゆっぱいはどうして旧式ゆっくりを使ってるんですか？霊夢、マリサ、ヨウム、旧式サナエは特に珍しい。投稿前に見ていた動画の多くが旧式だったからです。本当は怖いクプルス神話のヨウムとか、ウルトラ怪獣絵巻のサナエですか？おお、まさにそれ。キツネゆっくりとの併用は手間でしょう？手間より馴染みです。文子さんも馴染みの放題や設定を優先してるでしょ。なるほど。いいな。では次のコーナーです。事件事故。実際にあったしょうもない事件事故を紹介するコーナー。アメリカで銀行元ネタはご存知ウィークエンダー。あのパトランプからの再現フィルムを、ゆっくりで表現したかった。でもウィークエンダーはもっと陰鬱だし。新聞によりますと、もない？結構別物ですよね。本案ターの C？ まあ、確かにニュースを定番キャラ、定番オチに組み替える本案は見事。表現も面白い。パッとひらめくと、後の作業は楽しいんですがね。あ、よろしいですか？黒虎さんどうぞ。ゆっくりマクベスシリーズの黒虎と申します。こんばんは。ゆっくりのワイドショー、いつも楽しく視聴しております。お伺いしたいのですが、大ちゃんのレギュラー参加はありますでしょうか？ないです。チルノの相方といえば大妖精なのに？だって大ちゃんは犯罪に手を出しません。そっか。でもスタジオには来てますよ。チルノにタオル渡したり、ルーミアに嫉妬したり。素敵です。レギュラーの性格設定はこんな感じ。ほほーん。ルーミアは賢いんじゃなくて、素直なんですね。強盗に向いてませんね。文庫劇団に通じるものを感じます。より原作に近いかな。いえいえ、ウプ主の数だけ幻想郷はあります。あとこれは自分設定ですが、ゆっぱいのスタジオは幻想郷にあります。だから役目を終えた道具や、忘れられたネタが流れ着いている。なるほど。言われてみると納得です。では次のコーナーです。あなたに会えて、どうでも良い人物を呼んで、どうでもいい話を聞く対談コーナー。ゆっぱいで唯一事実に基づかない企画ですが、どうしてこれを、あなたに会えて。事件事故、ミステリー、映画は最初から決まってたんですが、あと2つコーナーが欲しい。ワイドショーといえば対談。マットテープ大好き。これで企画決定です。混ぜるな危険。実際作ってみると、超大変。しかもネタがわからない人が多かったので、周年記念の特別編になりました。まあ、若い人を全力で置き去りにしてますもんね。ウーフェイをゴヒと呼ぶのもインチキ。ゴヒは一般ネタでしょ。知らんなぁ。マサイさんどうぞ。お前の好きを聞かせろのマサイです。文子さん、ゴヒは放送当時からあったネタですよ。マジかー？ウーフェイを見たらゴヒわらわらと挨拶するのは常識。ほらほらほら。ちょい待ち。つまりウイングの放送をリアルタイムで見て、ワイワイ騒いだ人しか通じないわけでしょ。やっぱり若い人置き去りじゃん。試合に勝って、勝負に負けた。素晴らしいニコ動旅行。セブンさんおすすめ動画を紹介するコーナー。
元ネタは素晴らしい世界旅行。海外旅行が憧れだった時代。客船が出てくるのは、あなたに相手がお休みになったせい？違いますよ。旅行といえば船じゃないですか。このコーナーが第10回から始まったのは見事。とりあえず10回やろうと決めて、やって、人を集めてから着手してる？狙っていたわけではありません。好意的なコメントをもらって、いろいろ紹介したくなったんです。それからこれは視聴者からの名言ですが。面白い動画がないんやない？面白い動画を知らんのや。けだし名言。面白い動画に刺激された私としては、順送りの恩返しです。紹介されたウプ主にとっても嬉しい。宣伝効果より、工夫に気づいてくれる人がいるってのはたまりません。恐縮です。自分がどれほど魅力を伝えられているか、不安になります。はいはいはい。ヤタさん、レンガさんどうぞ。コーラ大好きヤタです。数学好きだけど詳しくないレンガです。こんばんは。あたい、ニコ動旅行大好きです。ゆっくり文庫もここで知りました。同じく。するとゆっぱいが、リスペクト投稿者を二人増やしたんですね。マジかぁ。質問ですが、モチベーションを保つ秘訣ってありますか？無理しないこと。苦しくなったら手を止めて、人様の動画を見ていれば、また作りたい発作が起きますよ。嬉しかったコメントは？この番組は愛されてるからな、がかなりきました。旬となったコメントは？パトランプが眩しい。あれは読むたびすまんと思う。ほへぇ。ところで文庫リスペクトを作ったなら、ゆっぱいリスペクトに挑戦しませんか？無理。できっこない。楽しいよ。ずらかれー、ずらかれー。悲しい。次のコーナーです。3、2、1、ドカーン。わーい。なぜなにゆっくり、現在は役目を終えたもの、なんだかわからないものを紹介するコーナー。どうしてこの企画を？なぜなにメガシャークで、変なもの紹介したい欲求を我慢できなくなりました。難儀やな。幸いというかあなたに相手が賛否あったので、その枠でやってみようと。でこれが放送履歴。男の子アイテムが多い。しゃあない。ゲーム機対戦リスペクトに始まり、クイズ、ショッピング、相撲と、いろいろ挑戦なさってますね。ネタをどう表現するか、実は毎回苦労しております。ノリはバウっぽい。バウ大好き。ここでメレンゲさんの意見を伺いましょう。あたし？どうぞこちらへ。褒め殺し屋のメレンゲです。褒め殺し？文子さん、あたし昭和もバウも知りません。みんなそう。昭和男二人が昔話にふけるのまずいから、なんか質問して。それじゃセブンさんは変なものがお好きなんですか？買った時はこれだと思ったんです。どの企画、どのハードが未来に通じているか、誰もわからないから。そうそう。涙も今はいい塩味。こうして動画のネタになったんですから。前向き素敵です。メレンゲさんから見て、ニトリお姉さんは意地悪？いえ、愛しい子供と遊んでいるように見えます。そうですそうです。二人は遊んでるんです。いつか霊夢キョンがニトリお姉さんを超える日が来るんでしょうか？ないわー。ないかー。では次のコーナーです。ゆっぱいの目玉、ゆっくりスペシャル。世界の不思議、歴史的事件の真相を解き明かすコーナー。ゆっくりスペシャルのコーナーなのぜ。これが放送履歴。意外なことに、古代遺跡や超常現象はメインじゃない？やりたいんですけどね。私は雑学小僧でして、ジュニアチャンピオンコースはほぼすべて読んで、ほぼすべて信じてました。私も。昭和はうさんくさい話が、本気で信じられてました。ゆっくりスペシャルでは真相だけでなく、当時の雰囲気や、話が広まったからくりも知ってほしい。そこは重要ですね。昔の人はバカだったで片付けると、新しい何かに騙されちゃう？人間が人間である限り、ミステリーは不滅です。自分も一言いいっすか？どうぞ。
ステリーと笑いを愛するスケキヨです。こんばんは。ユースペ最高です。まず構成力がすごい。最初にテーマを示してくれるから、知らないテーマでも入りやすい。シャレにならない場面を、マリサが淡々と解説するギャップがたまりません。全ての真相が明かされると思いきや、謎や緊張感が残る終わり方も好き。映像も素晴らしい。第12回光沼田殺人事件の再現はシンボリックながら、現場を想像してうるるいしました。いろんなネタが山なでされてるのに、混然一体となった世界観があります。混然にセブンさんの人柄が伺えるから、安心して視聴できるんです。ありがとう。何か質問はありますか？言いたいこと言って満足しました。失礼します。ミステリー。では次のコーナーです。映画っていいものですよね。セブンさんお気に入り映画を紹介するコーナー。あらすじ要約がうまい。本筋に関係ないところを、なんやかんやで省略してくれる。うまくできてますかね？ここは語りたい人がいます。映画大好きカッパの筋之助です。インタビューイズヴァンパイアが紹介されたのは嬉しかった。僕のお気に入りです。それはよかった。早速質問です。どんな基準で紹介する映画を選んでますか？ある程度知名度のある映画ですね。でないと視聴者さんと面白かったを共有できない。そこがマニア解説と異なる点ですね。辻之助さんは紹介されてから見た映画はありますか？アイアンスカイを見ました。いかがでした？あらすじが映画の楽しみを損ねませんでした？むしろ高めてます。あらすじがなかったら見ようと思わないし、見ても状況把握に苦労しちゃう？なんやかんやあっての確認も楽しかった。確認？なんやかんやあっては、ちょっとした見どころも隠してるんです。映画って本筋に関係なくても、面白いシーンがあるでしょ？なるほど。工夫に気づいてもらえるの嬉しい。セブンさんは映画、どのくらいご覧になってます？実写映画なら2000本くらい。私もそのくらい。マジかー。映画ファンなら標準でしょう。僕はまだまだだー。それじゃセブンさんが思う映画の魅力とは？それは、ちょい待ち。話がそれるから続きは雑談チャンネルで。はい。映画っていいものですね。今日の、平気ちゃん。平気を面白おかしく紹介する不謹慎コーナー。何をおっしゃいますやら。平気は美しいのです。人に使わなければ。それで、企画の経緯は？私は兵器が好き。でも兵器紹介動画はいっぱいある。今日のワンコも好き。これはいける。混ぜるな危険。それはそうと今日の兵器ちゃん、テレビじゃ絶対放送できませんね。昔はブラックワイドショーのような、ボーダーやや超えちゃう番組もあったんですがね。知らない。文子さん、あたし。にゃんひさんどうぞ。ゆっくりラジオを投稿しているにゃんひです。こんばんは。あたしは怪女性ですけど、平気ちゃんコーナー好きです。ゆっくりを見に来てハマりました。ほら、ワイドショー効果。マジかー。にゃんひさんは戦争小説や映画を好きなんですか？いえ、全く。あたしアニメや映画は見ないんですが、のぞみお姉さんの一発ぐらいなら耐えられそうだよねにとろけました。マリンちゃんも素敵。要約すると大好きってことです。わけがわからない。セブンさんは派手な武器を好きですか？あたしは好きです。派手はいいですよね。パワーは力。じゃあ、それじゃ失礼します。セブンさんと話せた、文庫サーバ入ってよかった。ちょ。はい、そろそろお別れのお時間です。そしてエンディング。ここの無駄話もいいですな。終わり？これで終わりですよね。緊張しました。お酒飲んでいいですか？どうぞ。何の音？お酒飲む音。ないわー。文庫さんはお酒飲まないんですか？飲みますけど、普通にです。霧吹き飲みいいですよ。いつでもどこでもアルコール摂取。やばくね。
おう。日本酒もいけます。おもろいな。君たち、変な人を真似しちゃいけません。いいじゃないですか。楽しくやりましょう。へーへーへー。この度文庫サーバに入りました、鉄オタのドランクタヌキと申します。お見知りおきを。試されるもかまめです。で、文庫班からまとめを仰せつかりました。テーマ1、セブン班の炎症。いやー、まさか文庫サーバで、セブン班の話を聞けると思いませんでした。さらに驚くのはセブン班、気さくな人物なんです。Y のくだらん話にも相手してくれるし、落ち着きがあって、親しめる謎の人物でした。そうですね。テーマ2、セブン班と文庫班の比較。Y ら文庫サーバ入って間もないんで、文庫班のこともよう知りませんが。二人とも元ネタがあって、そこに敬意と愛情があって、しっかりした妄想力がある。あと文庫さんは何事にもテーマがあって、準備と突撃を同時にやりなはる。常時パッション風ロンメルや。片やセブン班は枠組み固定がうまい。ハプニングサイピースとして利用する、モントロメリークールンサステッドやなかろうか。よくわからない。テーマさん、動画作りのヒント。まあ、自分の動画に活かせるかどうかはともかく、勉強になりましたわ。驚いたのは作り方の違い。実はリスペクト投稿者の作り方はセブン班に近かった。文庫班だけ見てたら迷っていたかもしれん。それから自分が楽しむことが大事。一番楽しみにしてるのが自分、って言ってましたね。その通りや。とりあえず。もっかいシリーズを見直してみようかと。せやでせやで。それはそうと、ゆっぱいにファンアートがないのは驚きや。もかまめはん、なんか書いてみいひんか。それじゃあ、こんな感じで。おう早い。あれれ、霊夢ぴょんとマリサじゃゆっくりロードショーやで。手錠したキルノとユーミア書きなはれ。自分で書け。あいたたー。いかがでした？感激です。憧れの座談会で、ゆっぱいの裏話ができるとは思いませんでした。あとは自由です。文庫サーバの交流をお楽しみください。はい。ご視聴、ありがとうございました。